ていただきましょうということで、実際に演奏していただいてレッスン風景を見ていただきます。今日、演奏していただく曲は、ショパンの作曲しましたソナタ、3番の終楽章、最後の楽章になります。結構激しい曲なんですけどね、ちょっと今日は頑張ってやっていただきたいと思いますので、長いレッスンかと思いますけれども、いろいろわけのわからないこと言ってますが、楽しんでみてください。よろしくお願いします。誰がそう思いたい？主人公を誰にしたい？例えばショパンだと思いたい？自分にしたい？女の子がいい？男の子がいい？自分、自分の方向で考えます。いいよ。これはね、時間かければいいと思うんだけど、物語をやっぱ作っていく必要があるので、例えば自分の中でバンバンこう自分が何かやりたいことがあるのにやれないんだよっていうこのジレンマの中の動きをそのまま作ればいいと。次に向かっていってって言って手に入れようと思ったら入らなかったじゃんね、これ。だんだんティーンターンティーララララでしょ。ね、物語的にはここだって解決してないもん。解決してないんだから中途半端じゃなきゃいけないじゃん。だからってすごい急に言ってるのにで取れなくって。っていう考え方もあるわけ、なのでちょっとそういうようなね、細かいことを考えたいのよ、今細かいじゃんね。何かを取りたいのにっていうね、これは私の想像だって。そうそう、なのでそれを自分で妄想したり、想像じゃダメなの、足りないから。そう、妄想、ストーカーにならない程度の妄想が必要なの。そう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 、犯罪はダメだよ。犯罪はダメだから。そうそう、妄想をたくさんすることが大事。それで本当になんていうかな、映画で、その映画のワンシーンで、本当にアップになったり引いたりとかいろいろ変わるじゃんね。で、例えばこれの場合だったら手だけがアップになって、抜けるかもしれないじゃん。ね、そうするとパッと画面が変わってあららってまくれるかもしれないし、だそういうのを自分で監督になってほしい、映画監督になってそれを一本の映画、この曲を一本の映画として作ってほしい、そうすると一つの曲がちゃんとまとまるから、大体ここの場面だけこの場面だけって別で考えてることが多いので、そうしてしまうとバラバラすぎて取り留めもないこう短編集みたいな感じになっちゃうので、やっぱりさ、映画を見るファンとしてはさ、一本の話がいいわけじゃん、はい、短編集でこれですこれですって言われば、やっぱり一本の話がガーってつながって、最後にああそういうことだったんだって思えると、おおっていう感動力っていうのはあるので、だからそういう物語性を作ってほしい、うん、っていうのはあります、全体通してはね、はい、で、まずこれやろうか。最初のところからまずやってみようか、はい、ここはどうする？なんか私みたいになんか取りに行く？もや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 、ザバーンの方にする？こうに詰まってる感じ？はい、多分。うわーって言って、ティラララ同性とみたいな話だね。はい。っていうことだね。じゃあそれでちょっと作ってみよう。うん、でしっかりと全部腕を使ってボンボンって落としていきます。うん、まあこれ上げなくてもいいんだけど落とすつもりでバンボンバン、体ごとドンドンドンと落とすつもりでいきます。できるだけやっぱこの間は開けましょうね、うんそうそうそう、いいよ、あんま開けすぎるとね、ちっちゃいから体ちっちゃいからあんま開けすぎると今度は届かないようになるからうん、そんなしなくて大丈夫じゃんいける程度でね、うん、で、吸ってから始めます。で、この入れた時にダンパンって入れた時は、引く方は上からスパンって入れただけで何もしないでください。うん、これを「でーどー」っていうのがやるじゃんね。それをやるとはっきり言って疲れるだけですなので、だって入れる瞬間が大事なのよ、ピアノは瞬間でしか音は出せないので、このあと「うん」ってやった後に「うん」ってやっても変わらないからうん、変わらないので、もう入れる瞬間が大事なので、あとはもうほったらしい。で、お客さんに見せるためには「うん」ってやって、こっち力抜いてるんだけど「ふーん」って自分が見せればいい力を入れちゃいけないの、全くもって、うん、でも入れる入れるでってくるので、うん、もう本当にスパンスパンって、今だと「ねーん」してるので、やっぱりね、ハンマーの動きもね、やっぱり多少動きが出ちゃうので、ゴーってやると、うん、だからスパーンって上がったままならないんだよね。うん、そうするとどうしても弦に触ってくるので、いい音がずっと続かなかったりということもあります。多少は、うん、まあそこまでではないんですけど、まあ音を考えたらスパーンスパーンって抜いちゃう、向こうに音が弦の流れと同じようにスパーンって向こうに抜けてしまうことになるから、うん、やっちゃって。はい、はい、まだどうな？せーの。指を入れるだけ。だけです。ダメです。で、やると見えますね。ので、多少やっぱり入れたから。まあもうちょっと時間があって、ここまで時間があったらそういうやり方をしても OK なんですよ。やれてもいいんだけど、その要はモコモコに聞こえやすいんだよね。モコモコしてるイメージなので、少しこっちを出すっていうふうに始めるといいです。もう一回ここ遠慮してます？自分がやりたいように一回広が。じゃあね、一回全部ホルデでいってみ。もう全部、もう自分の中でもやもやしたものとか嫌なものとかあったら吐いて全部ブーンもうやーんって引いてみて、一回いいのいいの、大丈夫、器の大きい男だからこれいくらでもちゃんと聞いてくれるから大丈夫いくらでも聞いてくれるから、だからもうって全部当たっていいから一回やってもらう、せーのこの方がいいかなって自分で、あ、こっちの強さの方がやっぱりかっこいいなって思えるものを選ぶのが一番いい。うん、本当はね、うん、まあ録音の状態によってはちょっとよく聞こえないこともあるかと思うんだけど、うん、自分で録音してみて、あ、これの方がやっぱり聞いてかっこいいなって思えるものを選ぶこと。うん、大体自分が聞いてかっこいいな、気持ちいいなと思うものは、まあ大体皆さんいいなと思うと思う。うん、よっぽど趣味がおかしいっていうことじゃない限りはいいと思う。うん、別におかしいことはないのでいいと思いますよ。うん、だから一番おかしいのは録音してやるところ。はい、うん。